そうか。どうしようか。本当に。俺どうしよう。本当に440万取られたら。440万取られたらどうすっかな。パイセン紙増えた気がする。パトラッシュ。バトラッシュ。これね、髪の毛、俺、もう4ヶ月くらい、ね、すげえスポーツ刈りぐらいの髪の長さから4ヶ月ぐらい伸ばしてこれなんだけど、もうこれ以上生えねえんだけど。これ以上伸びねえんだけど、生えてねえよな。成長は止まるんだな、多分。もう年を取ると、髪の成長はある程度まで伸びて、ある程度で止まるんだろうな。きっと。なんでダメです。こうか。多分10万で済むよ。なおやね、俺がね、そのね、俺が、その、相手に訴訟を起こされてるから、いくら支払いという訴訟を起こされてるので、俺が、その、こっからここの幅ぐらいじゃねえっていうふうに、気楽な気持ちは言えるんだけど、まともに、なおやみたいに、多分10万で済むよとか、そういうことは言えないんだよな。わかんないよ。言えないというか、なんかまあ、その自分が不利に働くような気がして、その、だいたいこれからこれぐらいじゃねえかなーっていう憶測以内だったら言えんだけど、その10万とかそういうのは言えないんだよね。主がいらっしゃい。いいな、なおやんな。立場が違うから。すいませんね。まあ、多分。わかんないけど、10から50ぐらいじゃない？そうそう、10から50ぐらいじゃない？ぐらいしか見てない。まあ見てもらえばわかるけど、人への誹謗中傷やら、嫌がらせ、そういうことで、大体民事で訴えられると、全部いろんなこと合わせも、大体10万から50万が相場なんだよね。大体ね、そんぐらいなので、まあそれぐらいじゃないかなと、相場じゃないかなと。まあ思ってますけど、まあ僕ないからね、ないから収入がないもんね、収入が。まあとりあえず判決が出て求められたら、僕ふわっちはあれやるかな。うさぎ枠だっけ？モグラ枠じゃなくて、なんか、そのアイテムが投げれない枠。で、口座からの入金も、リスナーからの直輪もやめてもらって、手渡しにしてもらう。原チャリで取りに行くっていう。マジ。ライトいらっしゃい。もうそうするしかないだろ、だって。口座に入ってきたらやばいし、なあ。もうそれしかないもんな。手渡し。あ、そう、ペンギン枠ですよ。で、アイテム投げれないでしょ、そうすれば。それでいいだろう。パンツ泥棒いらっしゃい。遠方行くよ、そしたら。いや、集金ではないよ。皆さんくれるって言ったらそこに伺う。そうそう。くれますよって、いついつ来てくれれば行きますよって言ったら、行く。そうだからね。明るく見てきたけど、生理的に無理だった。気持ち悪いだろ、ポンチューまがいだろ。明るくとさ、金梅が通話してんの俺聞いたからさ。こういうのも録画されてたら面倒だぞ。なんで？俺は別に相手のこと何も言ってないじゃん。面倒でも何でもないじゃん。相手のこと言ってないじゃん。まず、相手のこと何も言ってないし、お金のことでしょ？お金のことは自分の現金だからね、自分の現金は自分で守るだけでしょ。何を言ってんの？あとね、もうちょっと勉強した方がいいと思うんだけど、お金は全部差し押さえっていうのは100%ないんすよ。まずな、収入が30万ある。な、最低限生活する上で、日本人はね、日本に住んでる限りは、日本人は、
最低限の生活する収入というのは絶対取られることがないわけよ。例えばまあ、13万だか12万だかそれぐらいなんだよね。うん。ね。なので、銀行に例えば、じゃあ12万しか毎回入ってきません。そのお金取られない。最低限生活する収入、そこのお金と税金分、これだけは絶対にお金は取られないの。強制的に。それ以上になると、差し押さえの中からお金が取られていくんですよ。当たり前でしょ。日本人でこの日本に住んでる限りだよ。カビゴいらっしゃい。じゃなければこの日本には生活保護はありません。なんで生活保護ってあるの？じゃあまず、なんで生活保護ってあるかってことを考えれば、わかる通り、そもそも最低限生活できる、収入、もしくはそういう現金がなければ生活ができないので、それは保証されてるんだよ。この日本に生まれた限りね、日本で生活してる限りはなんだけど。なんで裁判で負けて、例えばじゃあ何百万ってこういうふうに取られますとなっても、自分の収入は保管されるの。パソコンとかは持ってかれない？パソコンを持ってかれるか、まあないだろうな。大した金にならないから。例えば税金を払ってないとか、そういうものだと、いろいろなものを取られたりとかして売られてしまったりとかするけど、相手への訴訟で払うものでしょう。訴訟で払うものでパソコンなんて二足三本しかならないでしょ。これ、ね、1万円にもならないものでしょ、多分。売りに出したところで。そこまでのことを多分できないんじゃないかな。強制執行か。強制執行は自分の財産を見つけるのは裁判所じゃないからね。強制執行されたら、強制執行の通知は裁判所から発行されるわけだけど、でもその財産を、強制執行するために、もし俺が強制執行されるならだよ。俺の財産を見つけるのは原告側だからね。どこに財産があるのか探さなくちゃいけないんだよ。それで、その上で差し押さえをするんだから。なかなか大変なんだぞ。そう、税金はね、根こそぎ、国には勝てないよ。まあ、たかが知れてるでしょ。何？今、ミュウツーの配信、チラッと見てきたら？見てきた？次、強制執行だからって。おい、馬面ロバ面にしろ。わしいらっしゃい。何？次は強制執行なの？バカじゃないの？お前、馬。お前、もうちょっと勉強した方がいいよ。そういう嘘をね、リスナーに教えてさ、自分がね、知識教養があるように賢いふりして、リスナーに嘘を教えるな。マジで。な、だからリスナーが自分ら知ってるんだぜ、みたいなコメントが流れんだよ。お前んところのリスナーとか、金梅んところのリスナーとか、バカばっかだから、な、金梅たちが賢いと思ってるから、それを鵜呑みにするバカがいるんだよ。な、教えた人間が悪いんだよ。学校の先生もな、賢い学校の先生が教えてくれるんだったら、な、それをね、鵜呑みにして、それで勉強したって言ってるの、こういう発言したって、世間には笑われないけど、な、バカな人間に教えてもらったって、な、間違ってんだから、世間の笑い者になるからやめとけ、ミュウツー。おめえ知識教養もねえんだから。バカ。強制執行をかけるのにね、強制、財産をね、原告側が、訴えた人間が、原告側が、被告の、な、財産を見つけ、そして強制執行かかるまで、半年から1年です、平均。まず。判決が出て、そんで、ね、期限が決まってるんだよ。お金の支払いの期限が決まってるんだな。
期限が決まってるのからず、その期限を過ぎてもお金払わない。そしたら、被告のね、財産のがどこにあるのか、原告は探す。その上で強制執行、ね、差し押さえとかをかける。うん、それまでね、強制執行を出すまでに半年1年かかるんだぞ。ってことは、すべての物事1年半から2年ぐらいはかかるってことだよ。バカか。ニュース。知識教養がなさすぎて笑えるんだよ。やっぱあれだな、びっくりするなあ。ありがとう。花火、手持ち花火あらさす、給料だけど、それこも、そうそう、振込銀行。例えば俺がゆうちょ銀行を持っているとか、富士銀行ってねえのか、都民銀行ねえのか、なんか銀行口座を持っているっていうのをね、探した上で、それが、見つかったら、それで初めて差し押さえとかできるけど、それはできるけど、相手が探さなくちゃいけないんだからね。お、また来たぞ。はい、いやお金がねえよ、マジで金がばっか出てくるから。お金は大事、金来た、Xperia。Xperia来ましたよ。来た。来たね、ご機嫌でしょ、そりゃ。来たね、バイク配信だけのために、バイクを乗りながら配信するために買った、バイクを乗ってる時だけ配信するために買った、エクスペリア XZ1。 超綺麗、超綺麗。これ2万8000円なんだけど、2万8000円、見て、液晶もう全然削れない、裏も超綺麗。あれ、勝手に電源入ったんだけど。まあいいよ。